八田堀リ八田堀ヤ八田堀公、文政十二年、1829年明治二十年、1887年12月18日は、日本の武士、幕臣で、江戸幕府最後の海軍総裁。名は、慶蔵。神は、さぬき神。箱城と合した。幕府小布臣方、荒井政兵の三男として、江戸に生まれる。長京。 新井清兵衛の長男が、新井育之助である。小不信方、八田堀又蔵の養子となる。十代の頃から昌平坂学問所に学んだものと思われる。カエ元年、1848年、数えで二十の時には学問ゴミを受け、白銀十枚を賜っている。後に、勝海舟は、八田堀の墓姫に、若干にして、昌平学校生徒となり、 学業日に進み、田辺太一、塚本光介と時に三歳子の小ありという言葉を寄せている。海江三年、1850年、養父の死去によって後目を継ぐ。二年後には、甲府起点館の学頭となった。黒船来港当時は、甲府にいた模様である。安政二年、1855年、長崎海軍練習所が開かれる運びとなって、 八田堀は、勝海舟、長持徹次郎と共に、筆頭閣で伝習生に選ばれる。ここでも、八田堀は、公開術習特において、抜群の才を示した。2年ほど経って、幕府は、幕臣伝習生を教師として、築地に軍艦教授賞を設けることを決めた。八田堀は、その教授頭に選ばれたのだが、伝習所長だった、長井久氏も、江戸へ帰ることとなり、八田堀を、 船賞として観光丸での航海は試みられた。伝習生たちは見事に成果を見せて江戸へ帰着した。その翌年、観光丸は佐賀藩に貸し出されることとなったため、再び八田堀が船賞となり、第一期伝習生の手で長崎へ開港された。その時長崎には第二次オランダ人教師団の勝手に DK 型のだが、八田堀の式ぶりを次のように称賛している。 八田堀たちは二ヶ月後に関林丸で江戸へ帰った。文久元年1861年、軍艦奉行木村海修によって軍艦峠取に取り立てられる。これは海軍設立を目指した軍政改革によるもので、八田堀は同時に峠となった小野智五郎、友野哲太郎と共に誕生した幕府海軍の中枢を担うこととなった。いわば将官として、 軍艦の運用や乗組員の訓練を主導することになったのである。同年12月、関林丸によって、外国奉行、水野地区を守るを筆頭とする幕府の視察団が、小笠原諸島へ旅だったが、物資輸送に使った千秋丸が、老朽帆船であったため、年が明けてなお、千秋丸は、小笠原諸島に行き着けないでいた。そのため、関林丸一行は、難従し、 新たに蒸気船の派遣が望まれた。八田堀は自ら朝日丸艦長となり、無事、物資を届けるなど、小笠原諸島を日本領土として保全するためのこの施策において、艦船運航の重積を果たした。文久2年、1862年は幕府外交において多難な年だった。坂下門外の変、生麦事件が起こり、国内に上位感情が沸騰する中、 イギリスをはじめとする諸外国との接衝は困難を極める。生まれたばかりの幕府海軍は艦船とそれを運用する人員の不足に苦闘しつつ、目前の課題に対応する必要があった。前年から引き続いた小笠原諸島の開拓、船舶安全運航のための沿岸測量などに従事する一方、この年、榎本武明をはじめとする士官級から水府までをオランダ留学に送り出した。 さらにこの年の暮れから翌年にかけては、将軍貢献職となった、一橋義信が上落し、生麦事件賠償問題での緊急連絡や、イギリスとの対応に、数少ない幕府軍艦は度重なる出動を求められ、やたぼりは多忙を極めた。文久三年、八百六十三年三月、軍艦奉行並みとなる。しかし、これまで幕府海軍の中心になってきた、 木村海州は、すでに軍艦奉行を辞していた上、先に軍艦奉行並みとなっていた。勝海舟は、管理まるでの渡米後しばらく海軍を離れていたことも、あって、海軍中枢メンバーと折り合いが悪かった。さらに翌源氏元年、1864年、軍艦奉行となった。勝海舟は、神戸海軍総連省を設立して、これまでの幕府海軍とは全く違う方向を、施行した。 この総連書には、反幕府の色合いを持つ、諸藩生徒も多かったがために、禁門の変で、長州藩が長敵となった後、勝ちは罷免され、その蕎麦図を食った形で、八田堀も、お役御免となった。八田堀が、幕府の海軍総裁に就任したのは、土場、伏見の戦いの敗戦の後である。この時点で、幕府艦隊を掌握していたのは、副総裁の江本武明であり、 榎本は新政府への軍艦引き渡しを拒んだ末に、北へ勝った。同艦隊には、八田堀の甥いの荒井育之助や、弟子の甲賀言語などが含まれている。八田堀は、徳川家の静岡藩への転出に従って、静岡に移った。以降、静岡で、沼津兵学校校長を務めたほか、後には、東京へ出て、新政府にも出資した。公部省 サインなどを転々としたが、海軍に関係する職としては、海軍職制臨時取り調べ係や、感染局事務取り扱いといった、軽いものばかりで、不遇の思いを募らせていたとされる。かつ海舟のことによれば、酒とぼで、その鬱屈を紛らしていたと伝わる。明治13年、1880年に、海上衝突予防規則ひらがなふ及び、広報図公開術、翌年に、 映画学芸事書を出版している。明治20年、1887年末、数えの59歳で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。